なんでしかも受験しなきゃいけないかっていうとさ、高校生とかが聞いてたら俺はちょっと偉そうにしたいから言うけどさ、テストの点数をやっぱ見てるわけじゃなくてさ、そういう時に必要なタイミングで努力できる人間っていうのは社会ですげえ重宝されるんだよ。そこで手を抜くやつっていうのは、何か壁にぶち当たった時とかに、なんかやっぱ逃げちゃうんだよ。まあ俺もそうなんだけど。そういう目安なんだよな、学歴っていうのは。せちがれよな。別にさ、そんなさ、一般教養なんてさ、はっきり言ってさ、使わねえじゃん。使わねえじゃん。別に働いててさ、使わねえんだけどさ、やっぱすげえいい目安なんだよね。それが全てだとは俺は言わないけど、絶対違うと思うけど。やっぱね、すごい嘘つかないんだよな、性格って。性格って嘘つかないんだよな。そういう時にやっぱね、苦しいじゃん。みんな誰しも同じぐらい苦しいはずなのに、鬼人はいるけどね、絶対。勉強楽しいとか、趣味勉強とか言ってるわっちゃんみたいなやついるけど、でもやっぱね、みんな等しく苦しいもので、やっぱ苦しいものを乗り越えてきたやつっていうのは、すごいいいんだよ。推薦もでも同じこと言えるんだよ。だから推薦、その学校が推薦しうる人間、になるよう努力してきたんだよ。むしろ難しいんだよ。継続してずーっとそういうさ、お面をかぶって、みんな誰しもさ、汚い人間じゃん。だけど、そういう評価を得るために一生懸命、俺たちには見えない努力をしてきたんだよな、多分な。部活頑張ったりさ、定期テストでいい点取ったりさ、先生に色目使ったり、いろいろしてきたわけよ。多分、推薦っていうのはすごいね、難しいんだよね。馬鹿にできねえんだよ。